真っ白勇気は日本の女子プロレスラー。身長1 5 3トル体重4 7ラムアイスリボン所属。2017年12月、高校1年生の時に父親の勧めでプロレスサークルに参加。練習生時代の名前はホワイト。2019年8月17日、アイスリボン夏祭り2019イン上のスプラッシュリボンにて、 トトロサツキを相手に初のエキシビジョンマッチ。12月31日、高楽園ホールにて行われたテキーラシャミ引退試合にて38人掛けの37番手に同じく練習生の石川と共に登場し、公開練習としてシャミにエルボーやドロップキックを打ち込む。2020年4月、高校卒業と同時にアイスリボンに正式に入門。6月27日、 新規バファーストリング大会にてつくしを相手に入門後の初エキシビジョンマッチ。最初のヘッドロックでタップしてしまったり試合後に号泣するなどの異彩を放つ。7月28日、アイスリボン道場にて行われた8月9日、横浜文化体育館大会に向けての会見にて、文体デビューを目指していたものの怪我の影響で、予定していたエキシができず、 デビューが見送りになった胸とリングネームが、真っ白、勇気となったことが発表された。しかし真っ白本人が、怪我自体は感知しているためこの場でのデビューへの査定。歴史をやりたいと直訴、ぞ、朝日を相手に0から0時間切れドロー。横浜分隊でのデビューが決定した。8月9日、横浜文化体育館大会にて、第1試合の 4VS4 のイルミネーションマッチでデビュー。 自陣の最後の一人に残るも、小崎妹とかの逆エビ固めにギブアップ。11月16日、高楽園ホールにて開催された、アイスリボンアクターズガール Z ゴードを工業にて、OTR ルールによる、ベテラン VS 若手 2VS6、ハンディキャップイルミネーションマッチに、若手メンバーとして参加、最終的に、藤本司を OTR で下し勝ち残り、これが、 自身初の直接勝利となった。11月29日、スキップシティ多目的ホール大会にて、セラリサの保持する、ファンタストアイス王座に OTR ルールにて挑戦。敗北するもデビュー3ヶ月でのタイトル挑戦であった。ありがとうございます。